皆さんこんにちは。今日は ATM の使い方を勉強しましょう。 ATM で国内送金をするときの方法を教えます。例えば家賃を払います。家賃を払いたいです。家賃は1ヶ月3万円ですね。ここに払ってください。北洋銀行北広島中央支店普通、口座番号が1123333、株式会社 AAAAAA、 ここに家賃を払ってくださいの時、どうやって払いますか？はい、郵便局の ATM で払います。皆さんは郵便局のカードと通帳を持っていますね。ですから郵便局に行きます。そして郵便局の ATM でお金を払ってください。これから払い方を説明します。これがメニューですね。最初に誤送金を押します。お金を送りますの意味です。誤送金を押してください。次に他行口座への誤送金を押します。他行口座、これは郵便局の口座じゃない口座。郵便局の口座ですか？国用銀行は郵便局ですか？いいえ、違います。国用銀行は郵便局ではありませんから、他行口座、他行口座への誤送金を押します。通帳かカードを入れてください。カードを入れます。次にパスワード、暗証番号を入れてください。皆さん郵便局で通帳を作るとき、パスワードを考えましたね。自分でパスワードを決めました。覚えていますか？そのパスワードを入れます。次に、どこの銀行ですか？選びます。今回は北洋銀行にお金を送りたいです。北洋銀行や北海道銀行は北海道だけの銀行です。それは地方銀行です。北海道銀行や北洋銀行は地方銀行です。今回は北洋銀行に送りたいですから、地方銀行を押します。どこの銀行ですか？名前を押します。北洋銀行は最初の字がほ。ほですから、ほを押します。ほ。北洋銀行、ありました。北洋銀行を押します。次に、支店名ですね。北洋銀行の北広島中央支店。北広島中央支店は木、最初の字が木ですから木を押します。北広島中央支店ありますか？ありますか？北広島中央支店ないです。次を表示を押します。北広島中央支店ありました。北広島中央支店を押します。次に預金の種類を選びます。どれですか？今回は普通ですね。普通預金を選びます。次に口座番号、口座番号を入れてください。口座番号はこれですね、1123333、押します。
確認を押します。今度は金額を押します。いくらですか？3万円ですね。家賃は3万円ですから3万円を押します。円を押します。確認してください。チェックしてください。お金は3万円でいいですか？はい、いいです。これは確認を押します。いいえ、違いますは訂正を押します。今回は家賃3万円 OK です。確認押します。確認してください。お金を送りますの時220円かかります。振込予定日、お金をいつ払いますかはこの日です。いいですか？ OK です。確認を押します。確認してください。あなたの名前はこれですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。いいえ、違いますの時はいいえを押します。はい、で次、電話番号。あなたの電話番号は 何ですか？はい、皆さん携帯電話の電話番号を入れてください。もし電話番号ありませんの時、学校の電話番号を入れてください。そして確認を押します。最後に全部チェックします。全部合ってますか？全部 OK ですか？北洋銀行、北広島中央支店、普通、誰に送りますか？株式会社 AAAAAA。 お金はいくらですか？3万円ですね。あなたの名前は何ですか？電話番号は何ですか？全部チェックします。 OK ですの時確認を押します。最後にカードと利用明細表、レシートですね、これをもらいます。これで終わりです。注意です。レシート、利用明細表は捨てないでください。これはとても大事な紙ですから捨ててはいけません。捨てないでください。はい。これで使い方の説明を終わります。